ああ、今度は大丈夫かな。ああ、うまくいかないですね。はい、じゃあ外配信やっとできそうです。すいませんでした。ここはまだ家の中なんですが、久しぶりの外配信で、ここがインコのいる部屋ですね。ここがインコのいる部屋です。ね、インコ見えるかな。インコ見えますね。じゃあ今度はですね、外、やっと雪景色をいただきます。はい、ああ、よかったですね。雪は、やんじゃうかと思います。決まった降っておりますけど、よかったですね。みんな、雪の中を歩いてますね。まあ、東京はね、めったに雪降らないので、こういう、雨じゃないと雪ですよ、これ。あ、もう、今、雪降ってますよ、見えますか？雪見えないかな。さっきはね、結構、雪が多かったんですけどね。さっきは結構雪多かったんだけど、雪がちょっと減ってきちゃった感じします。まあ、めったにね、雪が降らないので、まあ、こういうちょっと雪景色っていうか、車の上にはですね、雪が積もってますよね。まあ、道路はまだ雪が積もってますよね。雪景色、これ雪景色でしょ、一応雪景色ですから、タイトル通り。ね。タイトル通り、一応雪景色。ほんの少し雪景色ということで。ね、雨じゃないですよ。雨じゃない。雨ではないですね。はい。それではですね、まあ、あと20分ぐらいで終わっちゃうんですが、そうですね。何か、誰かこれ何でしょうかね、このコメントはね。それではですね、まあ雪ですから、これは生ですと山の時にもちょっと雪景色の時にですね、やっと寝てるんですけども、まあ今日はそんなに雪は降ってないので、そんなに綺麗っていう感じではないんですが、結局、これケンちゃんって誰、これ BSP じゃないですよね、これ。何ですか、このアットマーク1というのは。これは何なの、これ知らない。BSP？ BSP なのかな。誰だろう、BSP。ケンちゃんって誰、ケンちゃん。誰これ。誰でしょう、上げた人は覚えてないんだけど。BSP、だって誰だか分かんなければ解除できないんだけど。神様だよ、神様。誰ですか、これは。Twitter、あ、Twitter なんだ。あ、Twitter から BSP ができる？知らなかった。Twitter から BSP ができるんですか、これ。知らなかった。ツイッターからできるの？これ。どうやって NG 入れるんでしょうね。ちょっと知らなかったですね。はい。まあ、そういうわけでですね、雪景色っていうのは、まあ、綺麗だということなんですが、で、その、雪というのはですね、寒いですけども、
なんて言うんでしょうかね。NG 入れましょう、NG ね。ちょっと待って。NG 入れ方を。NG。これでもう入らないですかね。これで、ケンちゃんが入んないと思うんですが。あ、入んないみたいですね。よかったですね。あ、入ってる入ってる。おかしいな。ケンちゃん、NG に入る。もう一回ちょっと。もう一回ちょっと。電話が来て。これで、これで大丈夫かな。ケンちゃん入れましたよ。電話が来ましたね。もう、これ外配信って大変ですよね。電話が来たり、ちょっと失礼。もしもし。あ、おはようございます。おはようございます。今、教会です。はい。はい。はい。今日は、出しません。いいと出しますね。はい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 、あれ、ごめんなさい、今ちょっと配信中なのでね、じゃあまた後で、はい、すいません、はい、はい、どうも、すいません、はい、おかしいね、やっぱり NG できないんですね、 NG できないんですね、どうしたらいいんですかね、これね、ツイッターは NG ができない。それで話どこまで行ったかな。あ、そうそう、雪景色っていうのは綺麗なんですが、その雪景色をですね、雪景色はもう汚いものが綺麗になる、汚いものが綺麗になるっていうことなんですが、それはまさにですね、イエス様のことを表してますね。イエス様が 天から降りてきて、私たちの心をきれいにする、イエス様の清さで覆ってくれるというのがキリスト教なんですが、もうこの雪によって、なんかあまり雪景色っぽくないですね。ちょっとなんか雪景色ってこう車の上の雪だけっていう感じなんですが、車の上の雪だけが雪景色ですが、そしてその私たちの汚い心を覆ってくれる、この世の汚れを覆ってくれる、そういうことなんですね。この世の汚れを覆ってくれる、そういう感じで、雪っていうのはそういう意味があるんです。そしてあと雪っていうのは断熱効果があるんですね。鎌倉っていう雪のあれがあるじゃないですかね。で、その雪っていうのはまああったかいんだよということですね。はい。この朝から配信中。あ、雪もうなんか雪なくなってきちゃいましたね。ちょっとさっきいろいろトラブルがあってなかなか配信できなかったんですけど、雪はやんできちゃいましたね。雪景色はね、お見せしようと思ったんですけどね、雪景色、ちょっと向こう行って、少しでも雪景色見ましょうかね。ちょっとこう濡れちゃうといけないので、傘を差して、ちょっと雪景色を行きます。雪景色がどこまで見れるか。ほとんど雪景色ないですね。雪景色、本当はもうちょっと雪景色ね、あの辺ちょっと雪景色がありますかね。ほとんど雪景色らしいのないね。せっかくもうちょっと降ってくれないとね。ちょっと雪景色見えないですね。
なんかピザ屋さんが来ましたね、ピザ屋さんが。あ、おっと。それではもう一回元戻りまして、まあ本当にこの車の上の、この車の上の雪が本当に雪があるという、このぐらいですかね。車の雪景色もなっちゃった。散歩といってもですね、あの無線なんでやってますから、あんまり遠くまで行けないんですよね。ちょっとこの辺ぐらいまで、このバスが来てますね。バスが来てます。これは雪景色、ほとんど雪景色になってないね。申し訳ないですね。溶けちゃいましたね。きっと朝早かったらもうちょっと雪があったのかもしれないね。ほとんど雪がないという、本当に申し訳ありません。でも一応今雪、まだ一応降ってますね。雪降ってます。ただ雪景色まで行ってないかもしれませんね。遠くの外橋の方がなんか今年は遠くの方は雪がたくさん多いらしいですよね。あ、ちょっと教会の屋根はちょっと雪景色ね、見えますか。教会の屋根がちょっと雪景色。こんなの雪景色じゃないですよね。これはやっぱり雪景色とは言えないかもしれません。申し訳ありません。ちょっと雪景色という、雪を舐めてごらんなさい。一応ですね、まあ子供っぽいですけどね。はい、これ一応雪ですね。まあ子供じゃないけど、これ六角形なんですよね、雪ってね。一応、まあ雪です。皆さんに投げたいけど、投げても皆さんに届きませんので、雪合戦したいですね、雪合戦ね。冷たいですね。はい、そんな感じですね。はい、今回はね、ちょっと変わったところでね、この教会にはね、紅葉がありましてね、今紅葉なんですよね。見てください、この紅葉。今教会は紅葉、紅葉、これ紅葉なんですよ。いいでしょ、雪景色に紅葉というね。紅葉も楽しめる。真冬なのになぜ落ち葉がある。真冬なのになぜ紅葉なんだかちょっと分かりませんが、はい、そういうわけでですね、あ、少しPC が濡れちゃいましたけど、あ、こういう雪は汚い。あー、そうですか。だいぶちょっと遅れてる感じですね。だいぶ映像が遅れてる感じですね。あ、さっきのツイッターのコミがこれ、あー、そうですか。はい、投げてだいぶ遅れてますね。タイムラグがだいぶありますね。あと7分ね。それではですね、あと7分なので、まあ、メッセージをもうちょっと言いたいんですが、要するにですね、この地上にあるものは、まあ、どっちかというと、まあ、綺麗なものもありますけど、泥とか、まあ、特に都会なんか汚いですよね。地面はあまり綺麗ではありません。しかし、雪景色になると、真っ白になってね、本当に、今日はそんな綺麗じゃないですけど、もっと雪が降れば、まあ、これでも綺麗になります。地面が真っ白になったり、泥が真っ白になったりね。まあ、これから、今年寒いので、もっと大雪があるかもしれませんが、
本当に生きっていうのは白くて綺麗ということと、それから意外とあったかいということですね。さっきも言いましたが、鎌倉みたいなのがあってね、断熱効果があって、だから雪っていうのはただ寒い冷たいっていうだけの問題じゃなくて、やっぱり、白く美しくするっていう問題と、それから空気の雪の中に空気が入っててね、で断熱効果があって、雪があるから逆にあったかい、雪があるからあったかいっていうこともあるわけです。ですから神様はですね、全てのことを通して神様を教えているんですね。全てのことを通して、神様ご自身のことを教えている、そういうことになるのではないでしょうか。私たちの現実はですね、神様が作った現実です。この雪も神様が作り、空や雲や雨や台風や全部その神様の作られた現実です。その神様の作った現実の中で神様を学ぶ、これが人生なんですね。人生とは何かというと、この神が作った世界を通して、神様が作った世界を通して神様を学ぶ、神様を学ぶ、これが大事なことなんですよ。ですから今日まだ朝ですが、今日皆さんもですね、ぜひぜひ、現実をよく見つめてね、よく現実逃避って言うかもしれないけど、現実逃避ではなくて現実を見つめて、現実というのは神様が教えていることなんだよ、いろんなことを通して教えてるんだよということなんですね。ぜひぜひ皆さん、これからの人生、ね、いろんなことがあるかもしれない、いろんな辛いこと苦しいこともあるかもしれないけど、そういうことをもう全て神様が導いています。で特にですね、特にまだ信仰のない方々は苦しいこと辛いことはですね、結局それはイエス様と出会うためである、イエス様と出会ってまたイエス様を知るためだということを、苦しいんだよということですね。はい、でちょっとこれを寒いので応援したいのでお祈りします。はい、皆さんの中でですね、いろんな現実をよく理解して、いろんな現実をよく理解して人生を通してもっともっと人生を知りたい、もっともっと神を知りたい人、アーメンと言ってください。もっと人生を知りたい、現実を知りたい、現実の中にある神の真理を知りたいという人、アーメンと言ってください。アーメン。これだいぶログ遅れてますね。はい、ちょっといる、たくさんいらっしゃるということで前提でいきましょうね。じゃあお祈りします。天のお父様、今日感謝します。冬の天気を感謝します。冬の季節を感謝します。この中にあなたの真理が入っています。私たちはあなたの愛の中で、生きています。雪もあなたの愛と信じます。雪は白くて私たちのこの地上を清くします。また雪を持って、断熱的に、暖かくしてくれます。イエス様、あなたこそ、そしてイエス様こそ、罪のない綺麗な雪で、イエス様こそ、その私たちを愛で包んでくださるお方、どうぞリスナーの方がそのことを理解して、そうか、雪はイエス様を表すんだ、この現実の世界というのはイエス様を教えようとしてるんだということの中で、多くの人がもっと真理を知りたい、真理は面白い、現実は意味のない現実ではないんだ、現実は素晴らしい意味があるんだということの中で、イエス・キリストを信じていくことができますように、もっと神を知りたい、真理を知りたいという気持ちを与えてください。今日のこの雪の日を心から感謝します。
リスナーの方々を感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、ハレルヤ、アメン。はい、このように、話すことができました。はい、皆さん、あと1分で終わっちゃうんですが、本当に最初ね、なかなかエクススプリットがうまくいかなくて本当にすみませんでした。ありがとうございました。ちょっと寒いんで申し訳ないけど、これで終わりたいと思います。延長ありません、ごめんなさい。また今日夜7時にですね、普通の配信がありますので、皆さん、夜7時に、来てくださいね。そして、メッセージを聞いてください。はい、それではですね、あと 何秒、あと28秒。また大雪が降ったらやるかもしれませんが、ちょっと分かりません。大雪が降るか降ったらやるかもしれませんね。はい、先生ありがとうございました。シャロン、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 ありがとうございました。シャロン、シャロン。